あんたあれ、え、今週日曜日、おう、じいちゃん家に栗拾い手伝い行かないよ。え、えって、じいちゃん家に栗拾いに手伝いに行かないよって。え、日曜日、おう、いやいや野球部の練習やから昼から。知っとるよ。だけ昼1時からだろ。おう、だけ午前中お父さんとじいちゃん家の栗拾いが手伝いに行かないよって、もうお父さんがじいちゃんと約束しとるはずけ。え、なんで勝手に約束してんの。勝手にで、いやいや確認取れやろ。そんな知らんよ。すぎゃんとお母さんに言うても、お母さんは昨日の夜お父さんと話しよった流れで、日曜日じいちゃんが栗拾いば手伝えてよらすけん、いやいやいや広場連れて行こうかなって言わしたけど、ああ日曜日はひろちゃんはお昼からって言ったよって言った、ああならちょうどよかったいって、いやもう言わしたけん、あんただって昼から野球部の練習の時は午前中あんた遊び行ったり予定入れんでしょ。いやだからゆっくりしたいや、練習の前ぐらい。練習の前ぐらいって言いたい、栗拾いで軽く汗流してウォーミングアップしてから練習行けば。いやいいって、もうゆっくり寝れる思ったのに。知らんよ、すぎゃんと。もうじいちゃん家に言うとらすけん、お父さんが。いや、それなんとかしてよ。お母さんでなんとかなるわけなかろ。別によかったい、違う、よかったいじゃないやん。俺のなんかあるやん、その事情的なもんも。ゆっくりしたいとかさ、俺のペースがあるから、なんで勝手に決められなかったの。じゃあ予定あったの。予定あるとかじゃなくて、だってなかったろ。じゃあ野球行くまでにちょっとなんかコンディション整えたいやん。知らん、プロ野球選手じゃなかったね。ちょ、マジになんで勝手に決めるから。よかったですぎゃん。さあ、じいちゃんちの畑仕事手伝うなんて1年にあったって2、3回だろ、たいねえ。いや、もっとしてるけど、多分言いたい、ちょっと栗拾い手伝って、たぶんじいちゃんとお父さんが拾わすけん、それをあんたが拾ってトラックに持っていくだけだ。どくさいわ。よかろう、もういっぱいいろいろしてもらっとっただけ。いや、お小遣いもらうようにしてや、そら。なんでスギャンとかお母さんが言わなんと。お小遣いやらすかやらさんか知らんけどだい。なんで私がわざわざじいちゃんにひろちゃんも栗拾い行くけんお小遣いやってねって言わなんと。言うぞ、貴重な時間行くねんか。知らんよな、自分で言えば。アホなふりしてじいちゃん栗拾い手伝ったらお小遣いちょうだいって言うたい、自分で。なんでお母さんがわざわざ言わなんと。言いづらい、なんかもう ふんわり言うといてよ。それ、お母さんは何も喋らんし聞いてません。お父さんと昨日そういう話になったけ、ひろちゃんは知ってるのかなと思って伝えただけ、うん、あとはもうお父さんとやり取りして。ええ、たまにはね、じいちゃんの手伝いぐらいしなせ。いや別にするときはしてるから、ちゃんと。だけどそのするときだよ、今度。いやもうそれ終わりに練習ってもうきついって。きついって、午前中からのときはだい、朝も昼もしょっとだけどだい。次はきつい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 って。よくはウォーミングアップと思って頑張ってください。チャンネル登録よろしくねー。